んにちは。今回は日本人王者に挑戦したモンスター級の挑戦者を紹介いたします。当時世界王者の大橋選手はミニマム級ながらライト級並みのパンチ力と言われ、長期政権を期待されておりました。しかしとんでもない挑戦者が大橋選手の王座に挑戦してきました。その挑戦者はアマチュアで40戦全勝、プロ入り後も25戦全勝、クヨ・エルナンデス・モンカフェのリカルド・ロペスでした。ロペスはガードを高く上げ、滑らかなフットワークを使って相手のパンチを外し、鋭い踏み込みからジャブやワンツーを放つ教科書通りのボクシングをします。無敗の挑戦者は距離を操り王者を翻弄し、4ラウンドに強烈なワンツーでダウンを奪います。 100% 勝つ、勝って早く控え室に戻ってくると無敗の挑戦者は宣言していましたが、宣言通り5ラウンドに試合を終え、ロペス時代をスタートさせたのでした。ロペスはこの時24歳でしたが、35歳で引退するまでの52戦無敗でキャリアを終焉したのです。セレス小林選手が WBA 世界スーパーフライ級タイトル防衛戦で最強の挑戦者を迎えました。トップコンテンダーのアレクサンドル・ムニョスはこれまで21戦全勝 21KO の強打の持ち主です。ムニョスは爆薬という意味のエクスプロシーボと呼ばれており、その強打はまさしく爆発そのもので、序盤から倒しにかかるのです。ムニョスはアマチュアで163勝のうち129もの KO を積み重ねました。3ラウンドしかないアマチュアの試合でも129も KO するとは、まさしく KO キングの怪物でした。そんな強打者に対して王者小林選手は真っ向から立ち向かい、飲み込まれていきましたが、デビュー戦に負け、新人王戦でも負け、日本王者挑戦にも何度も負け、その度に這い上がってきた雑草小林選手は怪物ムニョスに何度倒されても起き上がるのです。何度倒れても諦めない小林選手ですが、怪物の破壊力は想像以上でした。深刻で計り知れないダメージを負い、観客全員がもう十分だと思っていましたが、小林選手は意識がなくならない限り立ち上がります。センス抜群でスピードあふれるボクシングの WBA 世界ミニマム級王者
新田選手が8度目の防衛戦に、今ではルマゴンの愛称でおなじみのローマン・ゴンサレスを迎えました。ロマゴンの特徴は足の運びや体の置き方が抜群に上手で、相手の攻撃を巧みに防御しながらにじり寄り、七分か八分の力でコンビネーションを叩き込みます。七分か八分の力といえども、桁違いのパンチ力を誇り、20戦中18試合を KO しているのです。3ラウンドに新田選手はロマゴンのプレッシャーから逃げられなくなり、打ち合うことを決意しましたが、ロマゴンの破壊力が完全に上回り、新田選手はどんどん劣勢になり追い込まれていきます。続く4ラウンドもロマゴンは前に出て強烈なパンチを放ち、新田選手の右目がどんどん腫れていきます。12歳の時に故郷の英雄アルゲルの特別コーチを受け、上下に放つ鋭いアッパーカットをマスターし、その鋭い武器で初めての世界戦に終止符を打ちました。WBA 世界スーパーライト級王者藤武史選手が2度目の防衛戦にニコリノ・ローチェを迎えました。日系三世の藤選手は強打のハードパンチャーで、31勝のうち26の KO 勝利を飾っており、初回からパンチを振り回していきます。一方、挑戦者のローチェはイントカブレと形容されるディフェンスマスターで、この試合が107戦目と経験豊富なテクニシャンタイプのボクサーです。中盤になっても藤選手のパンチは全て空を切り、ローチェのカウンターの餌食となり、ローチェのパンチだけがどんどん入っていき、藤選手は疲労とダメージが蓄積していくのです。ローチェの防御はまさにイントカブレで、9ラウンドになってもパンチは一切もらわず、逆に細かなパンチを効果的にヒットさせ、藤選手の心を折っていきました。3度目の防衛戦で元 WBA 世界バンタム級王者のウィラポンと対戦します。ウィラポンの的確な左ジャブ、右ストレートを被弾し、6ラウンドに強烈な左フックをもらいダウンします。立ち上がった辰吉選手は激しい追撃に襲われ、何発もパンチを浴び、最後は右ストレートをテンプルに受け、仰向けに崩れ落ちました。ウィラポンに KO 負けを喫した8ヶ月後に、今度は挑戦者としてウィラポンに挑みました。しかし、前回以上に打ち込まれ、3ラウンドに早くも猛攻を受けてしまいます。
ゴングに救われますか。この時点でコーナーまでまっすぐ歩けないほど足に来ていました。5ラウンドもウィラポンが繰り出すパンチをことごとく被弾してます。この時すでに意識がなく本能だけで戦っていたかもしれません。ウィラポンは膨大な数のパンチを受けた辰吉選手の身を案じ、リチャード・スティールにストップを目で促します。スタート、ウィラポンの右だ。今目水が右、試合終了、試合終了。ウィラポンの強烈なパンチを何発浴びても辰吉選手は最後までダウンを拒否したのです。